10月はハロウィンモチーフをピックアップしています。今回はこちら、かぼちゃの模様をチューブクロッシュで編み入れたブレスレットの作り方をご紹介します。1回目はビーズの通し方と3段目までの詳しい編み方を解説します。2回目はサイズ調整やチューブクロッシュの糸のつなぎ方について、最後3回目は編み始めと編み終わりを輪にする剥ぎ方について3つの項目でお伝えします。ビーズ通し方に従ってビーズを通します。糸端を15センチ残して最初の目を作ります。今日は1段目はすべて黒いビーズです。このビーズを1目ずつこのように鎖編みをしていきます。今日は1段7目ですので、ビーズが7個編み込まれています。糸端を最初左に持ちまして、ビーズをすべて下側に向けます。今度糸端を右下にセットします。この時この鎖の目の上半目を取らないように、ビーズの真下に針を入れてください。針を入れましたら、今度はこの糸を少し立てます。内側に立てます。そして今針を入れたビーズを右側に倒して、この1目目のビーズの上に糸が乗るようにします。ここが大事なポイントです。2段目の1目目のビーズを寄せたら、右手の中指でこれを押さえ、編み地のこの今輪にした中心を親指で押さえます。そしてこの針にかかった2本の糸を引き抜きます。2目目に針を入れます。ビーズを右側に倒したら、今から編む糸をこのビーズの上に持ってきます。2目目のビーズを乗せて引き抜きます。3目目、4目目、5目目、6目目、7目目が編めました。上から見るとこのように中心があって、チューブクロッシェという名前のように、上から見るとここに筒状のチューブ状の穴が開いています。この中心を左手の親指で押さえて、中心がわからなくならないように押さえるのが間違いないように編むコツです。上から見るとビーズがこの中心の周りに7個並んでいるか確認しましょう。3段目のビーズを近くに寄せます。3段目はこの3つが丸玉の3ミリ口の部分に当たるビーズです。2段目の1目目のビーズに針を入れ、右に倒したら引き抜きます。2目目、3目目、4目目、
チのビーズですね。お目目、3段目が編めました。中心のチューブがよりはっきり見えるようになりました。4段目のビーズを近くに寄せます。4段目を編みます。4段目が編めました。断面はこんな感じです。5段目を編みます。5段目はかぼちゃの目が編み込まれます。5段目が編み終わりました。5段目の断面です。6段目を編みます。6段目が編めました。7段目を編みます。7段目が編めました。8段目はすべて黒いビーズです。8段目が編めました。9段目もすべて黒いビーズです。9段目が編めました。この作品では今編みました1段斜めで9段が一模様となります。この一模様は 2.5 センチありますので、この模様を繰り返して作ります。今日は大きさの違うビーズを使いましたが、大きいビーズと大きいビーズの間に小さいビーズが編み込まれるときに、このように糸が見えてしまうことがありますので、編み終わったらこんな風に目打ちで整えてあげてください。次回2回目はもし編み終わってみてサイズが足りなかった時の調整方法をお伝えします。ぜひ次回もチャンネル登録をしてご覧ください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもビーズ教室に通っている感覚で楽しくご覧くださいね。ご質問をもとに動画も作成していきますので、ぜひコメント欄に寄せてください。チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いします。